はい、こんばんは、ドンチャンネルです。5月29日ね、まあ今日から梅雨入りってことなんだけど、昨日の夜さ、うちの近所で、まああったバイク絡みの、ニュースなんだけど、覆面パトカーから逃走、ナンバーなし、バイクが車に衝突し転倒、福岡市ってことでね。まあ、もうそろそろこうムシムシしてきたからさ、まあゴキブリみたいに出てくるような話なんだけど、28日夜福岡市東区で警察から追跡されていたバイクが交差点で他の乗用車に接触し転倒する事故がありました。東警察署によりますと、28日午後11時半ごろ、福岡市東区田野津の国道で覆面パトカーがナンバープレートのない中型バイクが走っているのを発見しました。警察はバイクに停止するように呼びかけましたが、バイクはそのまま逃走して約700メートル離れた交差点、まあこれが松島の交差点なんだけど、左折しようとしたところ前に止まっていた、普通乗用車に接触し横転しました。バイクを運転していた福岡県須恵町の男性(20)は足などを怪我して病院に運ばれ、意識はあり命に別状はないということです。接触された普通乗用車の運転手に怪我はありませんでした。警察は追跡方法に問題がなかったかなど当時の状況を詳しく調べています。まあ警察としたらさ、ナンバーのないバイクが走っとったらさ、あんたどうしたとねって言わない関係、まあ追跡して追いかけたところが、まあバイクは何らかの事情があって止まりたくなかったんでしょうね。まあ逃げましたと。で、松島の交差点に差し掛かって左折で、前の止まっていた乗用車にぶつかってこけてっていう、まあちょっと恥ずかしいねっていう結果なんだけど、乗っ飛んしゃったバイクは川崎のゼファーじゃなくてバリオスね。で、白く塗ってこうファイヤー模様とかをね入れているなかなかゾッキーなバイクでね、まあね、足を怪我したぐらいでよかったよね。まあ追跡方法にね、まあ問題なかったんじゃないんですかってね。三車線ある広い道路、東バイパスのとこやしね。まあ、ぶつかってこけた方が悪いっていうか、恥ずかしいっていうか、ね。まあ、僕も東警察署の近くに住んでるんで、結構さ、もう夜中にね、とか言ってな、また捕まった場合ね、と思うんですよね。夜中3号線交通量が少なくなったらね、ついスピード出しすぎて、行く乗用車とかバイクが、いる。で、まあ、しょっちゅう捕まってますもんね。はい、前の車左に止まってどうしたこうしたとか、なんか言ってるところまで聞こえるんですよね。まあ、日本は法治国家だからね。スピードもほどほどにってことでね。はい、最後まで見ていただきましてありがとうございます。またのご視聴お待ち申し上げております。失礼します。